皆さんこんばんは。本日は日本対ガーナ、この模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。4-5-1 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。非常に中盤にトライアングルが作りやすいシステムですよね、うん、ボランチとオフェンシブハーフを中心に組み立てていく中で、相手ディフェンスを最後までいかに引っ張り出せるかですよね。数的優位な状況を作れればワントップを生かす形が作りやすくなりますよね、はい、あとはそのトップがどういう役割を果たすかがポイントになってきますよね。勝者はどちらなのか、あと少しで試合が始まります。日本ボールで開始の笛、日本対ガーナ、エキシビションマッチです。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。素早いパスで攻め上がっていきます。これはつながりません。バデュー、柔らかいボール、ワカソ・ムバラク、大きく縦へ、ボールを下げてリズムを作るか。香川、チャレンジはしません。後ろに流す、長谷部、アクア、ここまでのところどちらもまだシュート見られませんからね。両チームとも落ち着いた試合の入り方をしてきたなという印象ですよね。このパスはキーパーへ、日本が最終ラインまでボールを下げる、組み立てながら攻め上がっていく、裏のスペースを狙う、ゴールキックです。バデュから緩いフィードボール、お、これいいですよ。中人数揃っている、ここは間合いを取る、上げてくる、岡崎一人持ち上がっていく、激しいボールの奪い合い、これはファウルでしょう。アックは今のファウルには注意があったようです。まあまだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。来た、かわす。日本としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。ワカソ・ムバラク、バデュからのフィードボール、原口、岡崎からのパース、原口、ファーストハーフ、この後半両チームスコアは0-0です。どうする、
長谷部、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。前半0対0。さて北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。日本としてはガーナのキックオフでスタート。日本としては大暴してましたからね。ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。本田、一旦キーパーに戻します。川島、大きく前線へ。香川、ロングフィードで狙う。香川からのパスは通りませんでした。バデュチャレンジはしません。後ろに流す。サイドのスペースへ走らせる。いいボールだ。もうこれいいですよ。中上げる。このボールには合いません。これはちょっとコントロールできませんでした。長谷部、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね、はい、この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。そうですね。アーチのようなパス、おっと、いいボールでしょ。バデュ、バデュからアーチのようなパス。原口、裏へ届くか、シュート、奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。酒井、上がっていく右サイド。酒井からサイドのスペースへ。バデュ、原口から岡崎、岡崎、いや、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。そうですね、やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。はい、日本は選手を変えるようです。さあ日本、同時に2人の選手が入れ替わります。アックは非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。長いボールを送ります。バックはサイドを縦に走らせます。ボールは日本、長谷部、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。酒井、清武、さあ勝負の時間帯ですよ。長友、さあ最後の一押しになるのか。サイドのスペースを使います。いいボールだ。クロス、縦へのボール、ここで笛です。0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。両チームともね